こんにちは。今日はね、栄養満点小豆粥をご紹介していきたいと思います。病気っていうほどではないんだけど、体がだるい、気分が晴れない、そんな時ってありますよね。びっくりするぐらい嬉しいニュースって向こうからはやってこないので、そんな時に毎日の何気ないご飯を丁寧に作って丁寧に食べる、これが結構効果があるんです。今日はね、この玄米を発芽玄米にしてお粥にしていきます。これだけでね、栄養価十分なんですけども、そこにこれ小豆ですね。小豆はもうこの色がポリフェノールたっぷりで、むくみの改善とかね、便秘解消、貧血予防、コレステロール低下、冷え性対策、高血圧予防と、もうめちゃくちゃパワーフードです。だからこの組み合わせはね、もう最高ですよ。で、お米なんですけども、ちょっとね、もさもさって食べにくい玄米なんですけども、お粥にするっていうのはナイスアイディアです。さらにお米の中の中性脂肪を減らす PSG という成分が、白米よりも玄米、玄米よりも発芽玄米っていうことで、今日はこれね、発芽玄米にしてさらにお粥にしていきます。でね、お米炊飯器の内釜の中でね、混ぜますとコーティングがね、剥がれやすくなりますので、ここは丁寧にね、ボウル使っていきましょう。これね、さっと水で洗います。そしてね、吸わせるお水、炊くお水、めっちゃ大事です。水道水の中に含まれる塩素はね、カルキ臭がするっていうだけじゃなくて、ビタミンを壊したりしますので、お水は本当大事です。そしたらお粥をね、この膳っていうところの1まで入れます。これね、 0.25 カップからね、炊けますけども、1合だとね、結構な量のね、お粥ができますよ。そして小豆も同じタイミングでこの中へ。小豆炊いたことある方ご存知だと思うんですけども、あんこで炊くとね、ゆでこぼしってしますでしょ。あれ、あの時にね、色素と一緒にね、水に溶けた栄養素も捨てちゃってますので、非常にもったいない。今日はね、小豆の栄養素をね、全部ここに詰め込んでね、食べることができますので、栄養満点です。そしたらそこにね、ちょっと天然塩を入れまして、で、これで OK なんですけども、今日はさらにね、これ入れちゃいましょう。酵素ご飯の素。これ何かって言いますとね、熱でも死なない酵素なんです。だから雰囲気ね、発芽玄米にして酵素玄米にしたお粥みたいなイメージです。でね、これがね、発芽玄米のお粥が作れるライカベル。これメニューね、いっぱいあるんですけども、わかりますか？白米より最初にまず発芽玄米が来て、玄米、雑穀、発芽玄米おかゆ、白米早炊きみたいな感じになっておりまして、玄米が炊ける炊飯器ってあるんですけども、こいつはね、白米も炊ける玄米用炊飯器っていう感じです。じゃあとね、これ発芽玄米おかゆにしたら、ピッとスタート押すだけです。これでもうね、玄米を発芽させてくれて、発芽しての玄米をおかゆにしてくれますんで、全部お任せです。それじゃあ出来上がり見てみましょう。わあ、やっぱり色がいいですね。やっぱりこの赤としたポリフェノールの色がいいですね。それではね、いただきます。すごくね、小豆からね、甘みが出てます。小豆感が強いっていうのかな。ゆでこぼしをしないとね、こんなに小豆ね、しっかり感じれるんですね。今日のこれね、お米と小豆のバランスもバッチリですし、お米1合、小豆 50g、大正解です。すごい、なんか小豆が入るだけでね、しっかりとおかずなしでもね、食べられちゃいますから、いやー、こういうの食べたらね、絶対体にいいでしょうね。で、食べ物ってね、体の元気だけじゃなくて、心の元気も作りますんで、なんかちょっとね、気分がすっきりしないなっていう時、ご飯をね、整えてみるっていうのもね、一つありだと思います。ぜひ作ってみてください。